はい、皆さんおはようございます。しばらくね、ちょっと、苗場の方にね、行ってまして、なんていうかな、こう、海、このね、海のそばに住んでるのと、今度究極の山の上に住んでる感じでさ、このギャップが面白いんだけどね、都会の人がさ、ね、例えば三浦に来ると、おー、いいな、ね、畑で、のどかな風景だ、言うよね。で、じゃあ逆にね、苗場なんか行くとさ、ね、山で、おー、いいな、ね、雪景色が綺麗だな、言うわけだよね。都会に住んでるから、田舎がさ、なんか、ね、愛しい感じになるんだけど、僕は田舎に行ってるからさ、都心部行かないじゃんさ、たまに銀座で買い物行くくらいだよね。だから、まあ、非常にこう贅沢なね、暮らしをさせていただいてますよ。ということで、今日は、またね、ご質問にお答えするコーナーということで、進めていきたいと思います。ずいぶん溜まっちゃってるんでね、順次、アップしてますので、なんだ、俺の、ね、質問したこと答えねえじゃん、みたいな、じゃなくて、待ってれば答えるから、ね、ぜひ、楽しみにしていただきたいなと思います。たくさんか、ね、いつも動画ありがとうございます。都心部で農家してます。はいはい。近年、生産緑地制度の延長などされましたが、何十年先を見ると、生産緑地制度は継続されると思われますか？都市部だと隣に家が建ったり、文句言われたり、だんだんと農地減っているので、最終的には日本政府としても、宅地確保のために都市部農地排除となりそうで怖いですってことですね。これはね、致し方ないんじゃないかなと思うんだよね。っていうのはさ、まあ正直言って、日本全国に農地っていっぱいあるんだよね。で、その農地を、要するに縮小してね、やってるわけだよね。で、あと、例えば、水田なんかも、まあ減反政策で、減らされちゃってるわけだよね。で、生産する、その場所っていうのが、このね、皆さん生産緑地って知らないかもしれないね。まあ、いわゆるあれは1992年かにさ、制定されたやつだな。一応いわゆる、ね、その、首都圏の、その、いわゆる、市街化区域内の農地があってね。で、それは、本来は宅地として活用されるべき場所なんだけど、農業をやってるわけだよね。だから、逆に言うとその農業をやるにあたっては、この土地の価値はさ、宅地と同じなんだからっていうんで、宅地並み課税っていうことになったわけ。そうすると、もう、農地と宅地って言ったらさ、100倍くらい違うわけだよね。そう、固定資産でももうバカみたいに上がっちゃうわけじゃん。で、そうすると、農業の採算、まあ、ただでさえ合わないのに、宅地並みになったら大変なことだって、もう農業団体が大騒ぎしたわけだよね。で、そこで、じゃあ生産緑地ってことで、まあ、いわゆる、ね、そこ、市街化区域内なんだけど、ね、その、農地として認めてあげるよ。その代わり30年だけねっていう話だったんだ。で、それが、いわゆる2022年問題ね。これが、起きて、本来であれば去年ね、全部その、30年の期限が切れるから、そっから宅地並みに課税になりそうだったわけだよね。で、だけど、30年猶予したんだけど、やっぱり今、そんなことやっちゃったら、大問題になるよねっていうことで、その期限がね、延長されたっていうのが、この生産緑地制度の延長っていう話なんですよ。で、その生産緑地の延長になって、今後ね、また5年間とかさ、更新してると、今度5年後までは、農地でやらなきゃいけないっていうね、縛りはあるんだけど、その間にさ、例えば、相続が発生したりとか言うと、その時点で、今度、営農っていうものがね、営農って農業を営むね、営農ができなくなれば、解除せざるを得なくなっちゃうわけですよ。っていうようなことで、常にね、その、アンバランスな、その、状況が起き続けてるわけ。ね。で、今回このね、タクタクさんは、まあ、それをね、実際に味わってる生産緑地で、農業をしてるんだと思うんだけども、これがさ、やっぱり、近隣ね、要するに、市街化区域内で農業をやってると、まあ、例えば、
農薬の散布とか、肥料のね、有機肥料を撒いたりとかすると、まあ、匂いとかそういうので、苦情が来るわけだよね。こっちが先に農業やってたのに、なんで後から来たやつがそんなこと言うんだろうってなると、民主主義っていうのはさ、やっぱり多数決になっちゃうわけよ。例えば川崎なんかそうだよね。工業地帯だったところで、どんどんそのマンションができてきたら、その住む人たちがもうガンガン工業地帯に対してね、文句言ってさ、で、結局、どんどん、この工業的な、ね、ものが、工場とかそういうのがね、どん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 追いやられちゃったっていうことがあって、で、まあ正直申し上げて、やっぱり生産緑地については、やっぱ宅地化せざるを得ないんじゃないかなと思うんだよね。そうすると、じゃあ俺たちの生活どうしてくれるのよってことになるんだけど、例えばこの方もそうだと思うんだけど、ね、農業で黒字になってないはずなんですよ。大体僕のところに相談来る方は、ね、農業で、いわゆる収益がないから、アパートを建てたりして、農業外収入を得てね、で、農業を支えてるっていうだけなんですよ。だから、実際にね、農業で食えないんですよ。だから、逆に言うと、農業で食いたいんであれば、まあ逆にね、場所を変えるとかね、まあ売ったらもうとてつもない、巨大な農地変えたりするじゃない。ね、っていうところに移転するか、やっぱり農業はもう諦めて、例えば不動産投資にしてみたりとかするかなんですよ。それか他の事業ね、をするかっていうことに行かざるを得ないんですよ。で、これは特に生産緑地っていうのは、首都圏ね、とかさ、まあ、名古屋県とか大阪県とか、まあ、大体三大都市圏でまだまだ、この生産緑地残ってるんだけども、まあ、うちもね、実は生産緑地の物件を、まあ、去年、買う意向をして、まあ、一応実際ね、購入することできましたけども、やっぱりさ、生産緑地の場合は、面積がこれある程度広いじゃない？そうすると、そこで一段の団地を作って環境を良くするってことできちゃったりするのよ。だから、ある意味では、生産緑地っていうのは、まあ、我々の業界から見たら、これから先ね、そこをどう活用するかとかさ、いう提案をする、すごくいいとこなはずなんですよ。で、だけど、それがね、一気にさ、供給されてしまうと、近隣のさ、家賃とか、地価に影響を与えちゃうわけだよね。だけど、首都圏の場合は、多分、要するに、生産緑地の土地が売却されたにしても、周辺の価格がそれほどガタ落ちにはならないって、僕は思ってるわけ。まあ、当然、一家の居住がいろいろあるけども、そういう面でいくとね、たくたくさんね、例えばまあ、親からもらった、ね、とか引き継いだ農地かもしれないけれども、ね、逆に言うと、そこでさ、じゃあ踏ん張っちゃって、ね、相続税また払ってね、また、後継者にその農業をね、することを強いられるかって言ったら、僕はちょっと難しいんじゃないかと思うんだよね。まあ、この生産緑地でね、もうとてつもないさ、ね、面積でさ、ね、生産力もあってね、で、さらに、利益があってね、で、もう、農業として、ね、なりわいはもう成り立ってるんだということであれば、それはそれでいいですよ。だけど、多分、まあ、8割、9割、下手すりゃ、10割近くが、特に都市農地の、人たちっていうのは、その農業で、採算は合ってないはずなんですよ。で、ましてこれからさ、先ね、最低時給制度ってのができてさ、で、今度じゃあ農業でね、収穫期にアルバイト雇うとするでしょ？そうすると、ね、今まで800円とかで雇い、ね、750円とか800円で雇いたたのが、まあ、1000円以上払わなきゃいけないとなれば、今度、それがね、価格に転嫁できるかっていうと、できないんだ。で、農作物ってね、皆さん、テレビでも見ればわかるけどさ、必ず叩かれるじゃん。ね、卵だって最近そうだよね。今まで卵なんか全然興味なかったくせにさ、ね、1.7倍になったのを、卵、そんな高いのかっつって使わなくなっちゃったりね、ハンバーガーチェーンでね、卵 使わないとかさ、極端すぎるんだよな だけどさ、まあ、それくらい、ね、その敏感にならざるを得ないさ、商品なんですよ、農作物ってね。だから、ある意味では、やっぱり、規制上のさ、価格が決められちゃってるものだから、やっぱなかなか農業、都市農地は難しいんじゃないかなと思うんだよね。だから、
まあそこでね、その都市部、農地排除が怖いって言ってるけど、もうすでにさ、ね、30年前に行われたことなんですよ。だから、そこはね、あんまり怖がらないでね、積極的に、その、買い替えね、うん、いわゆる、とか、事業の、その、うん、切り替えね、っていうのを、した方がいいんじゃないのかな、と思うんだよね。こう見てると、そのさ、まあ、この会話なんかね、全部農地でしょ？で、ここは家建たないですよ。市街化調整区域だから。ね、それでまして、農業専用地域になっちゃって、農業、推奨地域とか、になると、もう農業以外使えないですよ、土地が。だから、逆に言うとさ、農業を引き継ぐ人しか買えない土地なわけだよね。だから、逆に言うと、都市農地で農業の免許を取ってれば、三浦とか来てさ、農業委員会相談すれば、農地いっぱいあると思うよ。まあわかんないけどね、聞いたことないからさ。あれだけど、で、そういうところに移住しちゃったっていいんじゃないのかな、っていうふうに思うわけ。つまり、もう日本のさ、その都市計画っていうものが決まっちゃってて、その中でこうね、いろんな割り振りが決められちゃっててさ、いう中で、そこでやっぱり無理してね、その、頑張っちゃうっていうのをね、その、今度自分の後継者ね、に対しても、結構苦痛になっちゃうんじゃないかなって僕は僕なりに思うわけ。なんでかっていうと、地主さんってさ、仕事上いろんな人知ってるわけだよね。でさ、必ず言うんですよ、親から引き継いだもんだからさ、処分できないとか言うんだけど、で、だけどさ、実際に電卓叩いて計算してみたら、持つことの方がリスクじゃないのってことがようやくわかるんですよ。そうすると、ああ、バカだったよなーって言うんだよね。で、そこで僕も、そうでしょって言うと、肯定しちゃう話になっちゃうんだけどさ、やっぱね、地主さんってね、やっぱり少し考え方変えないとダメな人多いよね。ね、結局さ、なんていうかな、明治維新の前のさ、家制度ってものをね、農家の人って持ってるわけじゃん。でさ、もうその家制度にこだわりすぎて、ね、自由な結婚もできなかったり、自由な恋愛もできなかったり、またね、逆に言うと、それに縛られてね、他の、ね、職業選択の自由を奪われたりね、あとは子供にそれを強いて、強いてね、結局子供も嫌がっちゃったりね、実際に僕の、知ってるところでも、農家ね、僕、うち農家持ってますけど、で、そこだってお子さんがさ、農業屋でね、逃げちゃってさ、で、結局、ね、その、南京豆作るのに、アルバイト雇ってね、結局逆罪になっちゃって、結局変なとこからお金借りちゃって、で、返せなくなっちゃったみたいなのを、まあ、助けたりしてるわけですよ。そういうものをリアルにこう見てると、やっぱ農業の人たちとか、この生産緑地を保有してる人たちっていうのも、一回ちょっとはね、立ち止まってさ、自分たちの子供たちと話した方がいいかもしれないよ。って僕は思うわけ。まあ余計なね、おせっかいかもしれないけど、まあ、僕の経験則上の、まあ、コンサルの世界の中では、非常に、相続税っていうね、まあ、理不尽な、税制があって、で、また、継続してね、その、大きな土地をね、持ちきれなかったりするわけだよね。で、そういう中で、じゃあ自分の場所はどういう立ち位置なんだろうっていうことを考えた上で、ね、判断した方がいいですよって思うわけ。で、ぜひ、あとね、生産緑地の、処分方法っていうのは、僕はね、都市農地はこう変わるっていうね、プラチナ出版、都市農地はこう変わるっていうタイトルだった。もうタイトル間違えてたんだよな。あんまり売れてないんだけどさ、生産緑地のことについて細かく書いてあるから、まあ、ぜひね、それなんかもね、参考にしていただきたいと思いますね。まあ今はでも本売ってますから、ね、生産緑地はこう変わる。で、この本出して、僕が全国で講演頼まれてやり出したら、やっぱり、あ、これはちょっとまずいなってことになって、結果的に、そのね、今回のね、おっしゃるような、延長になったわけでしょ？それは社会問題として僕が取り上げたから、ね、なったわけでさ、誰も社会問題として取り上げなかったら、そのまんま、ね、延長もないわけですよ。っていうようなことで、やっぱ声をね、前に出したり、本に書いたりすることで、まあ世の中って少しね、こう変更を余儀なくされるっていうの？で、まあ結果的にいい結果に今はなってるわけだけど、まあこれが、また猶予期間が伸びただけだから、もう一度ね、根底から見直した方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、どちらのお住まいかわからないけれども、まあ、都市部って言ってるからね、何かあれば、また僕の方にご相談に見えてもいいですよ。
したらどうした方がいいかってことをですね、ご提案できると思います。ということで、ね、ちょっと残念かもしれないけど、まあ、都市部での農業は、やっぱこれきついですよ。規模がちっちゃいんだもんだって。ね、だから、世界的に見ると、日本の農業っていうのは、やっぱり、ちょっと遅れてるとこあるからね。だからそういう面でいくと、規模が小さくてやっぱ収益上がんないところは、やっぱこれはちょっとね、どっかの段階で決断された方がいいかもしれない、と思います。参考になったでしょうか。まあ農業、ね、結構僕のね、この、YouTube、農業の方見てくれててね、ありがたいことですよ。だけど、社会の制度ってものを照らし合わせてね、今後の農業については考える必要があるなと僕は思いますね。ということでご参考になったでしょうか。またね、チャンネル登録して、コメントね、ぜひ入れてください。まあ、ご意見なんかもね、いや、俺はそうじゃないと思うよっていうのでもいいから、ね、ぜひコメントを入れていただけばいいんじゃないかなと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続して、このようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。